はい、おはようございます。今日は11月20日あの宮崎駅前のアミュプラザがオープンする日でございます。現在朝8時、オープンは10時なんで2時間前。さあ今から行けば一番客になれるでしょうか。一番客を狙ってみたいと思います。駅に着きました。今のところ、お、誰も並んでないか。もしかしたら一番客かな。これ4人いる。残念、一番客ならず。4人いますね。残念。さあこちら山間の方は誰も並んでないんで、こちら並びましょうかね。山間の一番客ということで、さあということで、なんとこちらアミュプラザ山間の一番客をゲットしました。やりました。向こうはすごい賑やかでね、あのオープニングセレモニーとかステージが用意されてますけど、こっちは何にもない、誰もいない。こっち超寂しいんですけど、今8時半、人が並ぶ気配全くありません。全くない、僕だけです。誰か来て。今日から運転が始まりました。グルッピーも走っております。まだ関係者だけみたいですね。時間が早いんで。グルッピー、黄色が日向夏、オレンジ色がマンゴーだそうです。ついに2番客が来ました。ついに2番客、8時41分、ついに2番客が来ました。さあ9時になってオープニングセレモニーが始まりました。何やらやってます。さあ9時になりました。結構並び始めました。ああオープン5分前になりました。オープンの時には太鼓を叩きながらカウントダウンをするということで、果たしてこっちまでカウントダウンが聞こえてくるんでしょうか。結構距離あります。ちょっと開けます。ついにゲートが開きました。まもなくオープンです。まもなくオープンになりますので、カウントダウンが始まりました。今19、あ、バスで見えない。7、6、あ、バスで見えない。5、4、3、2、1、あ、オープンしました。オープン、オープンしました。さあやりました、ついに。お、太鼓が、祝福の太鼓が鳴っております。まもなくオープンです。しっかりと聞こえてきます。ここまで、まもなくご入館のご案内させていただきます。入り口の方にあのアルコール消毒のありますので、こちらが新型コロナウイルスの感染症対策として1メートルの範囲を空けて、あのごゆっくり進んでいっていただきをお願いします。さあ向こうは入り始めました。海館の方はお客さん入り始めました。
し前の方にお願いします。やりました、ついに。おお、どうもやりました、ついに。アメプラザ宮崎山間の一番客ゲットしました。ゆっくり前を向いてください。